皆さんこんにちは、全国外国人雇用協会留学生就職学院の郷田千佳です。今日はまた ビザの許可の事例を一つご紹介させていただきます。この方は中国の女性の方です。で、学歴は母国の大学卒業です。で、就職したのはビルメンテナンスの会社ですね。ビルの清掃とか設備の保守点検というようなことを行っている会社です。そして申請した、在留資格は技術、人文知識、国際業務、いわゆる就労ビザというやつですね。これを申請して許可になりました。申請したのは6月の10日です。東京入管に6月10日に出して、7月の5日に許可になりました。ですからね、1ヶ月かかってないぐらいの、審査期間でしたね。これは割とね、早い方ですね。東京入管で技術、人文知識の国際業務の在留資格で、まあ、更新は結構まあ早くね、1ヶ月かからずに2週間ぐらいで出ることはありますけど、新規で1ヶ月かからないというのは結構早い方ですね。この間この別の動画でご案内した4ヶ月とか5ヶ月とかかかった人のお話しましたけど、そういう人もいるんです。一方でね、じゃあ何が違ったのかというと、はっきり言ってね、全然わからないです。私たちも、じゃあ大学卒業だと早いのかとかですね、中国の人だと早いのかというと、決してそんなことはないです。専門学校の方でも早い場合もあるし、大学の方でもすごく待たされることもあるし、同じ国でも早い人もあれば遅い人もあるということなので、本当にこれはもうタイミングだけかなと思いますね。もちろんまあ入管に聞けばね、細かくいろんな事情を教えてくれると思います。教えてくれなくて、まあいろいろあるんでしょうけど、まあそれはね、知ったところで、どうしようもないというか、私たちってどうにかできることではないと思いますので、まあ、この審査期間については、仕方がないというか、もうわからないということでご了解いただきたいと思いますね。そしてね、この方が勉強していた内容は、母国の大学ですけど、観光管理という学部ですね。これ日本の大学では多分あんまりないと思いますけど、まあ、そういうふうな学部でした。やってた勉強内容はホテル管理とか、観光業についての勉強とか、あとまあ経済とかね、そういう一般的なことも勉強されてました。で、大学というのは大体広く勉強いろいろしますので、まあ広い知識を生かして、このビルメンテナンスの会社で営業するということで、まあ、内定をもらって申請して許可になったということです。で、営業という仕事はですね、あまり学生の皆さん馴染みがないかもしれません。何するかよくわからない。特に外国の方だともっとね、わからないかもしれませんけど、普通にね、どの会社でも営業というポジションはあります。この仕事は絶対ある仕事なんですね。で、まあ、セールスという言い方をする場合もありますけど、セールスって言うとなんかこう、お店で物を売るみたいなイメージを持たれるかもしれませんけど、そういう狭いことではなくて、もっと広くね、いろんな商談を通じて、自社の、サービスとかを理解してもらって、まあ、最終的には商品を売るとかね、いろんな契約を、締結するというようなことをするのが営業という仕事です。ですからまあよく皆さんね、コミュニケーションが得意とか、私は人と話すのが好きですとかいう方いらっしゃるんですけど、こういう方はね、営業という仕事とてもいいと思いますね。で、営業はですね、広い知識が必要になりますので、皆さんの勉強内容にも、まあ、合わしやすいというか、勉強を生かして、できる仕事の一つなんですね。いろんな科目の、知識を生かすことができます。そしてね、こういうふうに許可も出やすいですので、ぜひね、一つこれを参考にしていただいて、営業という仕事があるのか、私も、私の勉強でもできるかもなと思った方はね、ぜひ、成績証明書を持ってご相談に来ていただいたらいいと思います。はい、ではまたね、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。